おはよう。いい香りだね。今日休みだし、もう少し寝ててもよかったんだけどさ。君の入れてくれたコーヒー早く飲みたくて起きてきた。いや、とりあえずコーヒーだけもらうよ。君も座って一緒に飲もう。あ、ありがとう。美味しい。いい朝だな。あれ、ねえ、少し顔色悪いの？体調良くない？疲れてるとか？本当に？ならいいんだけど。え？なんだよ、先生って。今日は医者じゃないよ。一日中家でゴロゴロしようって決めてる君の旦那さんです。今日はなんか予定あんの？仕事か。いくら在宅の仕事だからって、あんま無理はすんなよ。休むときはちゃんと休んで。十分わかってるとは思うけど。君は、あ、ごめん、朝から説教はないよな。朝食？休みの日くらい俺が作ろっか。カリカリベーコンと目玉焼き。もう焦がさないって。あん時は少し油断しただけだよ。はいはい、わかりました。じゃあお願いします。俺これでも前は結構料理してたんだぞ。まあ君とは比べらんないけどさ。でも今だってその気になれば朝食くらい。おい、どうした？おい、大丈夫か？めまいだな。よし、とりあえずあっち行こう。いい？ほら、ソファー、ここで横になって。大丈夫か？気分悪い？吐き気は？わかった、顔触るよ。まぶたの裏見せて。やっぱり。じゃあ脈見るから。テク、これちょっと袖まくるぞ。なあ、この腕の技いつからあった？わからない？どっかにぶつけた覚えは？ないのか。他には？あざは他にもある？足？両方か。見せて。ここと、これか。これも心当たりはないんだな。そっか。なんで言わなかった？君もこういう技には見覚えがあるはずだよ。最近貧血の症状が出てたんだな。体がだるかったり、めまいを起こしてたりしたんだろ？ここのところ家にいるのにしっかりメイクしてたのも顔色隠すためだったのか。どうして言ってくれなかった？
言い出せなかったって。一日延ばしにしてたのか。どっちにしろ俺の責任だな。何が医者だよ。前の検査で問題なかったからってこんなことにも気づかないなんて。くそ、何やってんだよ。いや、そんなこと今言ってもしょうがない。明日病院に連れて行く。理由はわかるよな。うん、すぐ検査しよう。それで結果見て、必要ならまたその時治療始めよう。そうだよ。もしそうなっても今度も乗り越えればいい。今は悲観する段階じゃない。一つ一つ冷静に受け止めよう。俺が動揺して悪かった。大丈夫だよ、君は勇敢だから。君の戦いぶりはよく知ってる。俺はそれを見てて君を好きになったんだから。また一緒に戦えばいい。そうだろ、俺たちは戦友なんだから。ん？ああ、分かってる。言えなかったのは俺ががっかりすると思ったからだろ。君の優しさだよな。ありがとう。でも俺は大丈夫だよ。足手まといにはならない。君を守る。うん。とにかく何もかも明日だよ。今日は家で静かに過ごそう。ああ、やっぱり朝食は俺が作るよ。任せといて。絶対美味しいって言わせてみせる。なんだよ。そんなに笑わなくてもいいだろ。ああ、そうじゃないな。もっと、そこで、ずっと、笑ってて。Thank you.